宇宙は膨張している。花粉の飛ぶ季節になると、花粉症の人の中には、重症で救急車に運ばれる人もいる。分かっていれば対処もできる。ところが去年まで大丈夫でも、ある年から急に始まる人もいる。コップに水を注いでいると、ある時点を境に水があふれ出す。限界が来たとき思いもよらぬことが起こる。宇宙が膨張しているのは知られている。それが限界に達したとき、宇宙は破裂してしまう。風船のように潰れてしまうのか。破裂するのだから。新たなビッグバンの始まりか。新しい宇宙の始まりか。こんなことを繰り返していたら、宇宙の無限ループに陥ってしまう。宇宙は巡り巡って、それが永遠という言葉になる。